皆川るる子の星空の歌。皆様こんばんは、星空の歌、皆川るる子です。さて今回のお客様は予備校講師で YouTube 大人の国語便覧運営の上野愛です。上野さん、はじめまして。よろしくお願いいたします。まあ、文学を楽しむというテーマでお届けしている YouTube チャンネル大人の国語便覧、まあ、こちらでは源氏物語の、まあ、姫君のお話を個々にされたりとか、それから夏目漱石のお話もしてくださってるんですよね。ぜひ今日はですね、そちらのお話を詳しくお聞かせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ブルーレディオドットコム。さてそれでは改めまして、予備校講師で YouTube 大人の国語便覧運営の上野愛さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあ、今回ね、上野さんの、YouTube を見させていただいて、もうぜひお話ししたいということで来ていただいて、先生のお忙しいお時間を頂戴いたしますけれども、貴重な機会いただけてすごくありがたく光栄に思ってます。今日よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。早速なんですけれども、はい、こちらの YouTube のお話から参りたいと思いますが、はい、大人の国語便覧という、はい、大人のがついてるんですけれどもこちらを立ち上げるきっかけになったお話をまず聞いていきたいなと思うんですが、はい、先ほどご紹介いただいたように、私普段は予備校で高校生に大学受験のため の勉強、入試のため の古文の授業を担当してるんですけれども、もともと YouTube チャンネルはこのチャンネルとは違う予備校講師としての YouTube チャンネルを持っていて、でそちらの方で普段の教室の授業ではちょっとこう時間の関係で扱いきれないような内容だとか、そういったことを補講みたいな感じで動画で授業ではちょっと時間に限りがあるので、まあ、いわゆる基礎的な部分ですとか、そういったところを、まあ、YouTube で動画として視聴して、で授業に来るようにみたいな感じで、そういうふうなものを、動画を公開するものを作ってたんですね。でそれは結構前に作っていたんですけども、コロナの時に生徒たちが塾に生徒さんたちを塾に集めて授業するっていうことがやっぱり難しかった時期がありまして、でその時にそういう個々的な、もともと公開していた動画に加えて、まあ、毎週塾に来るような感じで授業を受けてもらえるようにっていうような形で、まあ、授業をしていたところですね、うんうん、そちらの方をちょくちょくご覧いただく受験生じゃない方が、コメントを書いてくださって、で、まあ、懐かしい気持ちもあってだと思うんですけれども、うんうんうん、私自身もそういう形で、あくまでもまあ、本業は普段の予備校だとか学校とかで授業をするっていうことが本業だったんですけども、ちょくちょく、動画の方で、まあ、例えば100人一周ですとか、うん、そういう普段授業ではやっぱり受験とあまり関係がないことっていうのを、ちょっとやっぱり、時間を使ってしっかり説明するっていうことが難しいので、まあ動画の方で100人一首ができた経緯だったりだとか、まあそういう歴史的な背景だとかも、ちょっと入試の部分を少し逸脱して話すような動画を少しずつ、時間がある時に公開していたところ、そういう本当に大人の方の、方からコメントいただく機会が受験生の方よりもこう増えてきて、うん、で、そういうことがありまして、私自身もそういう動画を、まあ普段授業ですることがないので、まあ、作ってみたら意外と楽しくって、うん、まあ、だったらちょっと逆に受験というしがらみを外して、どうしてもその動画だと受験っていうことからはちょっと完全に逃れることはできなくって、どうしてもやっぱり受験を意識した内容になってしまうので、一度受験という、こう枠を外して、まあ、そういった文学の背景ですとか、古典文学の、解説というようなものを、まあ、自分が気の済むように、あくまでもこう趣味という形でやっていきたいなって思って、動画を公開したところ、まあ、ちょくちょく見ていただいたり、チャンネル登録者数の方もありがたいことに増えてきてっていうような感じですかね。ね、YouTube の方が今1300人超え
って。すごい、どんどん増えてきている、ね、注目されていると思います。まあ、なんか国語便覧っていうと、持ってましたよね、教科書というか。そうなんですよ。で、私ね、あれが本当すごく好きで、うん、でもやっぱりあれってあんまりその受験勉強でこう見るものではない感じなんですね、正直。受験生としては、あれを見て覚えるっていう風な感じでは、正直そういう受験の戦略的にはそういう参考書ではなくて、だから生徒たちだと、学校でもらうけど、ずっと置きっぱなしにしてるっていうものなんですね。でもあれ本当すごくね、勉強になるし楽しいし、うん、もっとその国語便覧の良さっていうんですかね、うん、あれが伝わったらいいなって思って、こういうチャンネル名にしたんですけど。なるほど、私も。カタログ式に、いろんな、結構いろんなカタログみたいな感じになってるので、うん、そういう雰囲気を出せたらなって思って、ね、こういうふうなタイトルにしました。すごくね、その YouTube の、チャンネルずつもすごく、コメントというか、この最初に出てるテロップっていうんですか、はい、あれがすごく引く、目を引く、題目で、すごく、どういうことってなって、まず入れるっていうところで。ありがとうございます。うん。すごい、その、目次のセンスっていうんですか。ありがとうございます。さすが。やっぱりどういうところで、ね、生徒さんの気を、こう、ねえ、なんかアップさせるかっていうところも、はい、ここにもすごくそういうスキルが、はい、出てるのかなというふうに思って、ありがとうございます。私もすごく惹かれて見てしまう。嬉しいです。うん、でもルルコさんの、もう芝居で演じられてるように、やっぱり源氏物語って、うん、案外、その高校生だとかに授業をしても結構ね、食いつきがいいんですよね。あ、そうなんだ。はい、本当にそうなんですよ。やっぱりなんか光源氏ってすごく突っ込みどころが満載というか、そうですね。ちょっと私も生徒たちにちょっと興味を持ってもらうために、まあ必要以上にこう面白おかしく言ってるところもあるんですけども、なんかそういうところは逆に普段私がこんな風に授業しているっていう風な部分を、うん、受験から離れられた方に知っていただくと面白いかなと思って、うん、結構現代とね、源氏物、光源氏と女君の、心理戦だとか、ね、心情だとかって、現代人とかでも結構、理解できる部分もすごくあると思うんですね。で、そういうふうなところは、割と普段授業してるところを、源氏物語の解説の方では、そのまま使って、そうすると、やっぱり、大人の方も、源氏物語ってこういう見方もあるのかっていうふうに、コメントくださったりとかして、例えばね、源氏物語の話で言うと、はい、学校では教えてくれない源氏物語、衝撃のビジュアル、残念すぎる姫君とかっていうふうにして、これは、あれですよ、スメツム花の君ですね。そうです、そうです。うんですよね、とか、ね、幼女誘拐とかね。そういう、いろいろと、葵の上だったりとか、それから夕顔とかね、そういう方たちの、はい、一人一人のやっぱり姫君をご紹介してくださってるので、うん、とっても私も勉強というか、になりますし、大人の方もまたこれで、源氏物語をこう読んでいこうっていう気にもなるのかなというふうに、そういうお声も多いんじゃないかなと思うんですけど。そうなんですよ。ありがたいことに、本当にコメントも結構いただくことが、うん、毎回ね、コメントをありがたいことにしてくださる方だったりいらっしゃって、まあ、私の方もやっぱりお名前、出るじゃないですか。うんうん、それで、何々さんだ。もちろんペンネーム的な感じなんですけれども。うん、ファンがついてらっしゃる。いや、そんな、ありがたいこと。今日はどんなコメントくださるのかなっていうのもすごく楽しみですし、うんうん、やっぱりお詳しい方もいらっしゃるので、そういったコメントから私も勉強させていただいたりですとか、今、ルルコさんが言ってくださったように、なんか私自身は話のあらすじというよりは、その人物をこう深く掘り下げていきたいっていうような、それは自分の個人的な、興味というか、ところがあって、で、ですので、まあ、今回、夏目漱石のことなんかも、うん、一つ一つの作品についてももちろん興味はあるんですけれども、案外、その漱石という人物がどういうふうな人生を送ったのかっていうふうな視点で、うん、公開されてる動画っていうのが、まあ、そんなに自分自身が探してみたところそこまで多くもなくて、漱石の作品解説だったりだとか、作品を朗読したものっていうのは割と、自分自身で見つけることができたんですけれども、夏目漱石の人生っていうのを、歴史的な側面だけじゃなくって、そういう文学と交えて話すっていうふうなことをちょっと挑戦してみたいなと思って、そういったところもあって、近代の文豪っていうのを少しずつ取り上げているところなんです。
もうそれが私の本当に胸をに響いたというか、はい、もうやっぱりその作品もそうだと思うんですけれども、やっぱりその作家の人生だったりとか、はい、この時代にこういう物語を書いたっていう、うん、その背景が見えてくると、うん、まあ、例えば漱石先生の心とかもそうですけれども、ね、明治の時代に生き終わったっていうようなこととかも、うん、分かっているとその作品の深みっていうか、その物語ももうちょっと浮き彫りになってくると思うんですよね。だからすごく上野さんの解説に心を惹かれたっていうのは、多分そういうリアルな人物像の描き方という、はい、掘り下げ方っていうのがあったから、はい、だと思うんですけれども、やっぱりそういうところで上野さん自身もそのリアルの人物っていうところには結構やっぱり重きを置いてらっしゃる、はい、そうですね、本当にそうです。本当に今ルルクさんがおっしゃったように、やっぱり漱石っていう人間作家が明治になる本当に直前ですよね、明治の前年ですかねに、生まれて、明治の直前に生まれて、本当にもう明治という時代をどっぷり生きて、大正に亡くなるまでに本当に明治という時代を最初から最後まで生きた文豪っていうことで、やっぱりそれはやっぱり漱石自身もそうですし、漱石の作品を理解する上でも私自身はすごい大事なことだと思ってるんですね。もう本当に日本にとっては 大激動の時期だったと思っているので、あとやっぱりその漱石のその明治の感覚、明治から時代が変遷していくっていう感覚が私的には一番現れた作品が心だと思っていて、やっぱりその心に描かれているところって本当に今も私も 100% 理解できてるなんて到底思わないですし、これからやっぱり人生何度も何度も味わっていくんだろうなっていうふうに思っているので、今回のルルコさんがしずさんにフィーチャーして舞台をされるっていうこともすごく素敵な、本当に興味深い、すごく今までそういうふうな着眼点で、確かに心ってなんて言うんですかね、ちょっとこう、動きが、少ない。なんか私素人考えでは、例えばそういう映画方とかした時に、なんか、もうすごく盛り上がる場面がものすごくあるってわけではないから、確かに、そういうふうな、ね、舞台だとかそっちの方が、いいのかなっていうふうに思って、本当に素人考えなんですけれども、そういうしずさんにフィーチャーされたっていうのも私はとても興味深いなと思っていて、で確かに、なんかそれぞれの人物がすごく興味深いなと思うんですよね。ケイもそうですし、結構、先生のやっぱり人生がメインになっているような形なんですけど、ケイ自身も、どういうふうな、もっと作品にそのまま書いてある以上の何か読み取れる部分があるような気がするし、私もそうですよね。私も、この後どんな人生を歩んでいくのかっていうこともすごく気になりますし、で、やっぱりその心という作品を語る上で、しずさんという人が、唯一本当に名前がはっきりと、そこにも絶対に何か漱石の意図はあるんだろうなっていうふうに思っていますし、これは有名な話ですけれども、しずさんが野木丸助、さんの奥さんの名前だっていうことも、やっぱり心の中では野木丸助将軍がそういう亡くなったことっていうのもはっきりとしっかりと書かれているので、そこはやっぱり単なる偶然というか無意識というふうには考えづらいなっていうふうに思っているんですね。なのでこのしずさんという人物に関しては私自身も非常に興味があって、逆にルルコさんの中でしずさんっていうのがどういうふうな人物とこう受け止めてらっしゃるのかなっていうのも、もしよかったらお聞きしたいなって今日すごく楽しみにしていたんですけど、嬉しいです。もう本当になんかこの漱石先生のお話をね、こう語れる方がこんな、しかも同世代で、私自身、この舞台を作るにあたっても、なぜしずさんに今までこう視点を当てなかったんだろうっていう、だから女性目線でそういうふうに思ったんですよね、結局は。で、しずさんから見た心の世界を描くと、また違った心の世界が見えるんじゃないかっていうのが、最初に作った、この20年前に作ったきっかけではあったんですけれども、で、しずさん、物静かな感じの人かなと最初は
見てた時の印象では思ったんですけれども、はいはい、いざこの舞台を作る時に、うんうん、じゃあセリフをどうしようかってなった時に抜き出してみたんですね、はいはい、しずさんのセリフを、うん、そうしたらものすごい数の、あ、そうなんですね。で本当に私漱石の作品を読んでみて、なんかこう女心の描き方っていうのにすごくなんか興味があって、で、その心のしずさんもそうですし、うんうん、明暗の中でも、割と明暗も結構、なんかすごくあの作品現代的な気がしてて、私には、うんうんうん。で、割とそういう、なんて言うんですかね、よく言いがちな女の人の、ちょっとこう自分と他人を比べて、この容姿では自分は負けてるけど、こういう点では勝ってるみたいな、はい、そういうところってあるじゃないですか。描き方がね、なんか漱石先生は本当に なんでそんなに、でも漱石自身を掘り下げた時にそんなに女心を敏感に介する機微があるような人にも見えないし、やっぱりこの物語の中で何かね、こう探していくものがあったのかなっていうふうに思ったり、でも本当になんか今こうやって上野さんとお話ししてるとね、やっぱり上野さんがいつもおっしゃってるように、大人の国語ヴィンナの中では、こう大人にとって国語は疲れた心の処方箋っていう言葉が、はい、いつも言ってらっしゃる、もうまさに今そうだなという。いや、本当にね、そうなんですよ。で、私自身も、ちょっと個人的なあれになっちゃうんですけど、うん、コロナの前後にちょっと家族に今ちょっと介護が必要な状態で、うん、ちょっと割と心が疲れてしまって、それこそ。で、その時にいろいろ、自分の気持ちが楽になるようなことをこう試してみたんですけど、うん、こう何をやっても、こう以前だったら気分が晴れたこと、晴れてたようなことをやっても気分が晴れなくなったりして、で、そんな中で、やっぱり自分の気持ちをこう、つかせてくれて、で眠れない時もちょっと、ね、眠れない時に本を開くとやっぱり眠気が来てっていうのが、やっぱり現代の小説だったらこう興味があって読んじゃうんですよね。なるほど。なので案外そういう漱石の時代の本だとか、そういう、うん、なんかゆったりとしてるじゃないですか、展開が、うん、そういうところがいい感じに睡眠に誘ってくれたりだとか、うん、あと本当に時代がやっぱり違うので、ちょっと一歩引いてみれて、うん、その中にキラリと光るこの現代でもわかるっていう感じっていうのがすごくこう癒されるなっていうふうに思ったところはあって、そういうふうなキャッチコピーでやらせていただいてますけど、とっても素敵この言葉。ありがとうございます。で、今お話聞いててもそう思うし、やっぱりこうやってね、なんか国語って学校で国語って言うと、私もう古文とかすごく苦手だったし、だったけど、やっぱり大人になってこうゆったり楽しむ国語っていうのはすごく楽しいなっていう。そうなんですよ。そういうふうな感じで、多分今いろんな制約があって、まあ、経済的なにもあまりちょっとね、いい時代とも言えないですし、また大人の方っていろいろお忙しいと思うから、うん、なかなかそういう出向いて習い事とかっていうふうなことではいかないと思うんですけども、うん、まあ、YouTube っていう機会を通して皆さんとそういう時間共有できて、少しずつ源氏物語を読んでいくときの助けになったりだとか、そういうふうになればいいなっていうふうに思ってます。うん、You're listening to BlueRadio.com。 今夜の歌、一人文芸ミュージカル、しずより心。2004年公演の五重奏によるライブ音源をお聞きください。
素晴らしいと思います。こうなんか何かをしながらでもこの上野さんのお声が入ってくるので、あのすごくあの画面をずっと見てなくてもこう楽しめる、だからやっぱりそれはやっぱり生徒さんの前でやっぱりこう、ね、説明してここが重要だよって、なんか、言ってる要点が全てこの YouTube に入ってくるお話なのかなっていうふうにするの思うので、ぜひ皆様も、画面をずっと見てなくても、こう、わかる国語の、ありがとうございます。物語、ね、入ってくると思いますので、ぜひ皆様も聞いてみて、まあ、でもぜひ画面も見ていただくと、いろいろと、面白いちょっとキャラクターも出てきたりしますからね。ありがとうございます。声を変えて、お話もしてくださってますし、文学を楽しむっていう、このテーマ、すごくなんかこれからの、私たちに大切なものなんじゃないかなっていうふうに改めて上野さんのこの、YouTube を見させていただいて思いました。ありがとうございます。本当に嬉しい。もう話が止まらずになってしまいます。もう本当、もっと芥川の話もしたかったり、いろいろと掘り下げて。いろいろお伺いしたいこともいっぱいありますし。ぜひぜひ、これを機会にまた。ぜひ拝見させていただけたらと思います。嬉しいです、はい。先生が見たらまたどういうふうに見られるのか、上野さんのご意見もぜひ聞きたいと思いますので、ぜひ、見ていただいて、ぜひぜひ感想をいただきたいと思います。そして、インスタの方も、楽しませていただいてるんですけれども、はい、偏差値が上がらないアカウントというので、上野さんのご旅行のお写真とかも、すごい素敵な、カメラのお勉強もなさったんですかっていうぐらいすごい、お上手に。ただまあ旅行もさっきコロナのことがあってちょっと行けなくなったりだとか、以前はそういう旅行とかに行くとかなり気分転換っていうか、それでストレスを発散してたんですけど、まあ旅行もコロナのこともあり、その家族のこともあり行けなくなっちゃったので、まあそういうこともあって、ちょっとそういう YouTube の方に、シフトしたりですとか、今回、大人の国語便欄の方で、まあ、インスタグラムの方も、はい、最近なんですけど、解説しまして、はい、嬉しい。で、はい、そちらの方では、和歌をメインに、ポストを上げていて、どうしてもちょっと和歌って、すごく好きな和歌なんだけど、さ、上の句何だったっけとか、下の句だけ出てくるけど、とかっていうことが多分起こりがちなので、そういったちょっとこう一覧となってパッと和歌を忘れた時にちょっとチェックできるような形で皆さんに楽しんでいただけたらなと思って、素敵な和歌を少しずつ投稿して皆さんにご紹介できたらなと思ってます。今は和泉式部と野の子町が上がってるんですけども、ぜひぜひこれからもたくさんそこに、はい、増えていくことが楽しみにこちらも見させていただいてます。大人の国語便欄の方のインスタも解説なさったということでございます、はいはい、そして上野さんのもっと現実逃避したい人というのがご旅行の時のお写真が、ね、たくさんあって本当に素敵なので、ぜひこちらも皆様に見て、ありがとうございます。で韓国語でも書かれているんですけれども、あれ
もう勉強なさったんですか、はい、先生。なんかね、ちょっとあの、以前仕事、以前ちょっと韓国語の、韓国の方とちょっとお仕事する機会があって、その時にちょっと教えていただいて、で、せっかく教えていただいたので、まあちょっと忘れたりしないように、お友達もできたので、まあちょっとそれも本当に完全に趣味というか、いろいろ見てくださってありがとうございます。でもね、韓国の方からも、その大人の国語ビンラのコメントをいただいて、の和歌に日本文学がすごく好きだから、見ましたっていうふうにこう翻訳機を使ってコメントくださったりだとか、特にそうですね、海外の方からも何件かコメントいただいたことがあるんですけれども、うん、その中でも韓国の方がまあ大部分だったなっていう印象なので、いろいろね、ちょっと問題も、ね、ちょっと穏やかじゃない時もあるんですけれども、うん、でもやっぱり、距離、地理的にも近いですし、うん、私自身も韓国の友人がとても多くて、うん、価値観だとかもすごく共有できる部分があるなと思うんですね。うん、なので、きっと、漱石ファンの方もすごく韓国の方にもいらっしゃるっていうことなので、うん、で、日本語が堪能の方もたくさんいらっしゃるのでね、ひろこさんの舞台も韓国の方にも見ていただきたいなってすごく思います。嬉しいですよね。そういう、うん、そういった国際交流っていうんでしょうか。そういうふうにもなっていくとね、はい、なんか嬉しいし、海外の方がこういう日本の古典の文学に、うんうん、興味を持ってらっしゃるっていうのも、うんうん、本当になんか今日聞いてすごく嬉しくなった部分。いや本当にね、たくさんいらっしゃって、うん、きっとコメントしてくださっていない方でも、そういう方って、うんうん、私のチャンネルをご覧になってない方でもたくさんいらっしゃると思うし、で、私自身もそういう外国、まあ、韓国語をこう勉強してた時にね、やっぱり、なんていうんですかね、俳優さんとかではない方とお話しするよりも、うん、俳優さんとか舞台されてる方の発声ってものすごく聞き取りやすくって、もう自分がちょっとその言語上手くなったんじゃないかなって、それぐらいね、もう全く圧倒的に違うんですよ。なんで、ルルコさんのようにプロの方が本当に美しい発声で話されている、舞台とかは、ぜひ本当に韓国の方にも見ていただきたいなって、すごく思います。全くやっぱりね、違うんですよね。はい。ネイティブ以上に、やっぱり外国の方にとっては、その違いって明らかだと思います。そっかそっか。やっぱりドラマとか、ね、韓流ドラマとか見てても、なんとなく覚えてしまうね、フレーズっていうのは、やっぱりそうやって役者さんの、美しい、こう、やっぱり発声っていうのが、やっぱり違うんですよね。普段の話し方とはまた。全く違うんですよね、本当に。そっかそっか。じゃあ日本語でもそういう部分は。作品として読むとちょっと漱石だとか芥川の作品っていうのは、原書で読むとやっぱりちょっと海外の方にはちょっと難しい部分もあるのかなと思うんですね。うん、でもやっぱり今現在舞台でっていうふうになると、絶対理解しやすいんじゃないかなと思うので。ああ、嬉しい。はい。もうなんか本当に時間があっという間に経ってしまって、もっともっとお話ししていたい。でも本当に私も今回この貴重な時間をいただいて、はい、もう本当に楽しませていただきましたし、もうこれからもわからないことがあったらもう上野さんの YouTube チャンネル、そしてわからなかったらもうご本人にもう直接電話をするという。ぜひ、本当に、今後とも。私も必ず機会を見つけて、舞台、いつか絶対拝見したいと。まだね、直接の拝見っていうのはしたことがないので、ね、ぜひ必ず足を運んで、劇場の方で、拝見したいなと思ってますので、その時はよろしくお願いします。大阪のお友達が増えた。嬉しいです。嬉しいです。まあ本当に今回素敵なチャンネルのご紹介、そして上野さんご自身についてもお話聞かせていただきまして、はい、まあ漱石のお話もたっぷりと聞かせていただいてありがとうございました。はい、ありがとうございます、本当に。また遊びにいらしてくださいませ、はい。ありがとうございます。舞台楽しみにしてますので。ありがとうございます。はい、ご盛況お祈りしております。ありがとうございました。上野さんありがとうございました。お話楽しかった。実は私、高校の時の国語便覧を今でも手元に置いていて、まあ古いものですので、もしかしたらもう情報は書き換わっていると思いますが漱石先生や東村先生、そして与謝野晶子さんのことも舞台の時によくこの国語便覧活用いたしました。これからは上野先生の YouTube で国語の楽しさ、奥深さを堪能してまいりたいと思います。上野さん、またお話できますこと楽しみにしております。皆川るる子の星空の歌、今週はこの辺で、ではまた来週まで。
さようなら。ブルーレディオ.com